インターネット中継をご覧の皆さん、今日は任天堂ダイレクトをご覧いただきましてありがとうございます。任天堂ダイレクトは任天堂のゲームに関する新しい情報をインターネット中継をご覧の皆さんに直接お届けする新しい試みです。先月任天堂 3DS カンファレンスをインターネットで生中継しましたが、平日の昼間にもかかわらず大変多くの皆さんにご覧いただきました。ご覧いただいた皆さんに改めてお礼申し上げます。この結果を踏まえて私は任天堂の内部で新たに一つの提案をしました。それは先日のカンファレンスでお届けしきれなかった情報を皆さんに直接お届けする新たな試みにチャレンジしてみてはどうかという提案でした。その提案が今日任天堂ダイレクトという形で結実したわけです。私たちにとっても未経験の全く新しいことなので、皆さんからの反響を参考にさせていただきながら、皆さんに情報をお伝えするより良い方法をさらに模索していきたいと思っています。ちなみにこのインターネット中継は生中継ではなく録画中継の形を取らせていただいているのですが、これは先日のカンファレンスの反響を受けて、このプレゼンテーションの中で海外へもお知らせしたい部分を現地の言葉に翻訳して、ほぼ同時のタイミングで海外でも発信したいという要請を受けたことや、多くの皆さんの時間をいただくからにはできるだけ密度の濃い内容にしたいと考えたことによるものです。それではこれからしばらくどうぞよろしくお付き合いください。さて、まず最初に11月末に予定している任天堂 3DS の本体の更新による機能強化の中で代表的なものをご紹介したいと思います。まず最初に任天堂 3DS カメラに追加される 3D ムービー撮影機能についてご紹介したいと思います。今までの写真撮影に加えてムービーの撮影ができるようになりました。ムービーは連続10分まで撮影できます。通常の撮影のほかにこだわりムービーとして一定時間ごとに撮影するインターバル撮影、一コマずつ撮影するコマ撮り、ボタンを押して撮影を開始、もう一度ボタンを押して撮影を止めることを繰り返すいいとこ撮りの3種類が用意されています。インターバル撮影では一コマずつ撮影する間隔を連写2秒5秒15秒60秒の5種類から選べます。これはインターバル撮影の60秒で公園の時計を撮影した映像です。コマ撮りでこのように手軽にストップモーションアニメを制作することもできます。社内のスタッフがコマ撮り撮影したムービーをご覧ください。これらの 3D ムービーはこの中継終了後に任天堂 e ショップを通じてダウンロードできるようにしますので、後ほど任天堂 3DS で撮影した 3D ムービーがどのように見えるのか、実際に任天堂 3DS 上でご確認ください。またすれ違いミー広場も今回の本体の更新で新しくなります。すれ違ったミーの地域がすれ違いマップで分かるようになりました。新しい都道府県のミーに出会ったら、入り口での会話時に地図で紹介し、地図が塗りつぶされていきます。多くの地域のミーとすれ違って少しずつ地図を埋めてみてください。なかなか実現できない長い道のりではありますが、全国制覇を目指すというのも大きな目標になると思います。きっと遠方の都道府県の方と出会った時に感動できると思います。またいつの間に通信をしていただくと、ピース集めのたびに追加の新パネルが出てくるようになります。自宅でインターネットの接続設定をしている方はもちろん、接続設定をしていなくても任天堂ゾーンのある場所に 3DS をお持ちいただければ、自動的にいつの間に通信ができますので、多くの方に新しいパネルを楽しんでいただくことを期待しています。すでにすれ違い伝説を遊び尽くしてしまって、もうやることがなくなったとおっしゃるお客様も多くいらっしゃるようですが、今回すれ違い伝説2が追加されます。このすれ違い伝説2はすれ違い伝説に準じた内容ですが、マップの分岐などがあり、
繰り返し遊んでいただけるようになりました。ただし、すれ違い伝説2を楽しんでいただくために、こちらもいつの間に通信をしていただく必要がありますので、ご注意ください。すでにすれ違い伝説をクリアしている方は2をすぐに遊んでいただくことができますし、まだクリアしていない方はすれ違い伝説クリア後に2が出現します。これから任天堂 3DS の普及に伴い、すれ違いのチャンスもより増えていくと思いますので、もっとすれ違いで遊びたいと感じておられる皆さんは、ぜひすれ違いマップ、新しいピース集めの旅、そしてすれ違い伝説2をお楽しみください。また他にも任天堂 e ショップの使い勝手の向上や、ダウンロードで購入したソフトなどを任天堂 3DS から別の任天堂 3DS へ一括して引っ越す機能も追加される予定です。さて、次にご紹介するのは12月1日発売のマリオカート7です。先日のカンファレンスでもレースの世界が空や水中に広がったことや、カートのカスタマイズができること、1秒60フレームにこだわって制作していること、そしてインターネット対戦が8人まで可能で、フレンドリストから自分のフレンドが遊んでいるレースに合流することもできるなど、いくつかの紹介をさせていただきましたが、まだまだ紹介しきれていないのが通信関連の機能の詳細についてです。マリオカート7は任天堂 3DS の通信機能をいろいろな形で活用しているソフトに仕上がりました。通信機能を使ってどんなことができるのか、具体的な内容についてプロデューサーの今野さんに話を聞いてありますので、まずこれをご覧ください。まず、はい、そうですね、 3DS といえば、はい、すれ違い通信じゃないですか、はい、そうですね、はい、ですれ違い通信で、うん、マリオカート7は何ができるのか、ここから教えてください。あの今回マリオカートチャンネルというものがあるんですけども、マリオカートチャンネル、はいはい、Wii にチャンネルは分かりますが、はい、3DS でもチャンネルなんですか？そうなんですよ、そのマリオカート Wii の時は本体にマリオカートチャンネルをインストールすることで、はい、いろんなその情報がそこに集まってくるというのをやったんですけれども、はい、今回も同じようにそのマリオカート7の中のマリオカートチャンネルにすれ違いデータや、はい、例えばいつの間に通信で来た、はい、あの情報がこうどんどん集まってくるように、はい、あのしたんですね。あとはそのタイムアタックのゴーストだけではなくて、そのマリオカートチャンネルからですね、その人のミーとグランプリであの対戦をすることもできるようになったんですね。例えば今野さんと私がすれ違ったら、はい、私が一人でグランプリを遊んでる時に、はい、今野さんが混ざっている。そうですね、私があの自分があのよく遊んでる、カートの組み合わせとか、あとは私自身のミーが岩さんの方にこう現れて、はい、しかもちょっと特徴をいろいろつけているんですね。特徴、はい、そのある程度いろんなその癖とか特徴みたいなものを ある程度こう表現できるようにしてまして、あのその人の割とプレイスタイルがグランプリである程度、まあ、再現できるっていうんですかね。ですからしかもちょっといやらしいというか、かなりこう自分にこう絡んできて、あの普段グランプリで遊んでるのとはまた違う楽しみ方っていうんですかね、あそういうのができるんです。なるほどね。あともう一つありまして、インターネット対戦なんですけれども、そのすれ違ったミー要は人とですね、はい、インターネットでも今回対戦するようにあなるんですね。なるほど。すれ違っていると、はい、そのチャンネルから、はい、この人とやりたいっていうと、はい、その人が今マリオカートでインターネット対戦中ならそこに合流できたりするってことですか？はい、そうですね、その通りです。次にいつの間に通信、はい、まあ任天堂 3DS の2つの特徴的な通信ですが、はいはい、そうですね、まあその名の通りいつの間にデータが来るんですけれども、今回のマリオカートではゴーストが、まあ、何体か何十体か分もう何人分のですね、例えば20人分ぐらいのゴーストが日々やってきます。当然あれですよね、腕に応じて自分にとってちょうどいい人が来るんですよね。そうなんですが、ちょっと今回また変わったことをしていまして、実はですね同時に、自分を含めて、8台ですか、ですから自分と、
あとは7人分のゴーストが同時にですねタイムアタックをするようなことをまあやっているんですね、はい、ですから7台もゴーストがいるとどう見えるんでしょうか、はい、これはですね、結構面白くてですね、本当にあの早い人から遅い人までが割とこうバランスよく実は配信されて一緒に走るんですけれども、本当にこの走る人はコースのライン取りも様々ですし、この人についていったら早いのかなと思いつつ実はついていったら途中で遅かったりとか、あとはその自分が今このコースで大体どれぐらい早いのかっていうのも分かるっていうのが今回ちょっと面白いことなのかなと思っているんですね。さらにインターネット対戦の強化ぶりは今回の商品の目玉とも言っていいと思うんですが、はい、何が強化されたか。そうですね、例えば対戦は、インターネット対戦でも8人で、60フレームで快適に対戦ができるように、しました。これは携帯機では意外とこう苦労するところなんですけれども、はいはい、8人60フレームでもそうですね、遊ぶ人によってね、はい、離れていたり、そうですね、回線が遅かったり、はい、いろいろな制約がある中で、まあ、それを実現するっていうのはかなりの苦労があるでしょうね。あとはもう一つですね、これはもうだいぶ前からやりたかったことで、その今回コミュニティっていう場を作ったんですけれども、はい、ここが今回かなり自分の中では、はい、プッシュしたい要素ではあるんです、ね、はい、マリオカートが7作目のセブンにして初めて実現したそのコミュニティとは何でしょう。そのミシュラン人と対戦するときはどちらかというとですね、これはマリオカートの場合は一期一会であって、そのもう一回やりたいなとか、この人ともう一回やろうとか、いつもなんかこの人たちと一緒に遊ぼうと思ってもですね、そういうことがなかなか実現できなかったんですね、うん、なので今回はその友達はもちろん、その見知らぬ人同士でもその一期一会ではなく、そこに行けばいつでもその自分と同じような同士がいるっていうんですかね、仲間がいるようなこう場所をまず作りたかったんです、うん、まあ、コミュニティは簡単に制作できるんですけれども、コミュニティっていうのはお客さんがそれぞれ自由に作れる、はい、自分で8つのコミュニティを作って、それを使うことができる。もともとマリオカートはそのみんなでワイ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 遊ぶっていうような、私はもう対戦コミュニケーションツールっていうんですかね、ツールですね、これさえ持っとけばこう、一緒にこう楽しく遊べるぞみたいな、そういうものだと思っていますから、そのインターネットになってその世界中の人と遊べるようになりましたけど、考え方は一緒なんですね、だからそれが広がるんですね、きっとコミュニティっていう存在によって、通信がね、充実するとそのマリオカートの遊ばれ方が変わるのかなっていう手応えがちょっとあって、やはり今までだと一人で遊んだ時の、一人しか自分が今周りにマリオカートプレイヤーがいない時に一人でできることの幅が今回すごく変わる気がするんですよ。そうですね、そこは本当にその例えばすれ違い通信でいろんな人のゴーストがやってくるとか、あとはミーが個性を持ってグランプにこう乱入してくるのも含めて、本当に通信でやっても遊びがまあ広がるんじゃないかな。本当にでも一人で黙々とタイムアタックをやり込んでもやり込み要素もあるんじゃないかなと思ってますので、ここは期待してお待ちくださいというかですね、楽しみにしていただきたいところですね、はいはいはい、一人でもみんなでも、そうですね、マリオカート7、はい、そうです、はい、よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました、はい、いかがでしたか。マリオカートシリーズのプロデュースを長年手掛けてきた今野さんは任天堂 3DS システムの全体のコンセプトのまとめ役も担当しましたので、今回は 3DS ハードの機能を知り尽くした上でどうマリオカートに生かすかも考えながら 3DS の機能をまとめてきたはずです。今回の動画版社長が聞くで話をしてみて、今野さんが通信関連のアイデアをじっくりと温めてきて、それをマリオカート7にしっかり入れ込んだ達成感があると感じました。
また不正行為などについての対策はより強化してあります。今野さんが究極の対戦コミュニケーションツールと表現したマリオカートも間もなく皆さんに楽しんでいただけますので、もうしばらくお待ちください。先日の任天堂 3DS カンファレンスでは店頭で販売されるパッケージソフトを中心にご紹介しましたが、任天堂 3DS では任天堂 e ショップを通じて配信するダウンロード専用ソフトにも面白いタイトルが揃ってきました。これまでのダウンロード専用ソフトの中から任天堂 e ショップのオープンと同時に配信開始したポイソフトさんのヒューストンというソフトと、9月に配信開始した任天堂の生き物づくりクリエイトーイの2つのタイトルについてもインターネット上で多くの皆さんに話題にしていただきましたし、私自身も開発過程に興味があって、ぜひ開発者の方にお話を聞いてみたいと考え、社長が聞くを動画の形で収録し、このプレゼンテーションの後にご覧いただけるように準備してあります。今日はいくつか新しいダウンロード専用ソフトのご紹介をしたいと思います。最初にご紹介するのは、すでに今月5日から配信されているヒクオスというブロックの押し引きとジャンプを駆使してゴールを目指すパズルアクションゲームです。押したり引いたりするアクションは立体詞との相性を考えて出てきたアイデアで、ご覧のような可愛らしく柔らかい世界観ですが、このゲームは思考とアクションの両方のスキルが要求されるなかなか硬派な面も持っています。250面を超える出題数があり、最大 32×32 ドットのフォーマットにドット絵を描いてオリジナルのパズルも作成できます。次は任天堂 3DS の立体詞を生かした疾走すり抜けアナトースというパズルゲームを紹介します。このゲームは立体ブロックをうまく回転させて次々と迫り来る壁に開いた穴を通過させるアクションパズルゲームです。間一髪で穴をすり抜けた時の緊張感やスピード感、ブロックを最短手順で回転させることができた時の気持ちよさは格別です。このソフトは本日この任天堂ダイレクト終了後から配信開始の予定です。次に11月に配信予定のひらり桜侍というソフトを紹介します。ひらりの名の通り、闇雲に相手に切り込むのではなく、いかに相手の切り込みをひらりとかわすかを見切り、町と刹那に勝負をかける居合アクションが特徴です。操作は AB ボタンとスライドパッドのみと非常にシンプルですが、腕に自信のあるお客様向けのモードも用意されており、極めがいのある内容になっています。次に12月に配信予定のいつの間に交換日記というソフトを紹介します。ちょっとこれをご覧ください。このソフトはすれ違い通信やいつの間に通信を使ってフレンド登録をした他の 3DS と手書きのメッセージをやり取りするソフトです。手書きだけでなく、任天堂 3DS カメラで撮影した写真を貼ったり、 3D 表示を使って飛び出る表現の手書きメッセージを書いたり、いろいろなデザインの便箋を選んで使ったり、任天堂 3DS サウンドで録音した音声などを貼り付けてやり取りすることもできます。任天堂 3DS 上にすれ違い通信、いつの間に通信を活用した写真や音声も送れる交換日記の機能を追加するこのソフトは、年内に任天堂 e ショップを通じて皆さんに無償配信させていただく予定です。次に来年2月に配信予定のザ・ローリング・ウエスタンというちょっと変わったソフトを紹介します。主人公は西部を渡り用心棒を家業とするアルマジュロです。タッチペンとスライドパッドの操作でローリングで敵を削って倒すアクションバトルは爽快感満点です。この独自の世界観は、主人公が回転して戦うのであればキャラクターはアルマジュロにしようと決まり、アルマジュロが主人公なら舞台はテキサスがいいとなり、ならば時代は西部開拓時代という流れで決まったものです。
完全コンプリートしようとすると上手な人でも20時間以上は必要というダウンロードソフトとしてはかなり大きなボリュームがあるソフトです。先日の任天堂 3DS カンファレンスでは多くの任天堂 3DS タイトルをご紹介しましたが、その後もタイトルが続々と増えてきました。今日は先日ご紹介することができなかったタイトルの中からいくつかご紹介しておきたいと思います。シミュレーションゲームの老舗である光栄テクモゲームスさんから経営シミュレーションと恋愛シミュレーション、そしておしゃれ遊びが融合した新たなゲームが登場します。ファブスタイルのファブは英語で最高に素晴らしいという意味になるファビュラスという単語に由来します。ゲームの中でファッションと恋愛を楽しみながらビジネスの基礎やマナーを身につけることができるという新しいコンセプトで、恋愛相手の男性キャラクターには有名声優陣が名を連ねているそうです。キングダムハーツシリーズの最新作が 3DS で登場します。主人公のソラと親友のリクを交互に操る、これまでのシリーズにはなかったスタイルで物語が進んでいきます。さまざまなディズニーのワールドで壁を蹴ったりポールを使った回転などが行えるフリーフローアクションは本作ならではのシステムで、画面の中を所狭しと縦横無尽に駆け巡ります。敵として登場するドリームイーターを仲間にして育成を楽しんだり、バトルでも連携技を発動したりと大活躍します。牧場を舞台に自分だけのほのぼの生活を楽しむことができる牧場物語のシリーズ最新作が 3DS に登場します。今作では畑や建物の場所を自由にアレンジして自分だけの牧場作りが可能になっているほか、シリーズ初となるキャラメイク機能や 3D 機能を生かした段々畑の登場など多数の新要素を盛り込んでいます。ファンタジー世界で自由な生活を送ることができるルーンファクトリーのシリーズ最新作が 3DS に登場します。牧場で作物を育てたりダンジョンを探索したりする従来の要素に加えて、今作では主人公の男女の性別を選択可能なほか、結婚前の恋人期間を楽しむことができるようになりました。では次にこの映像をご覧ください。かつてウルトラマン、仮面ライダー、ガンダム、新旧のヒーローキャラの共演がスーパーファミコンなどで繰り広げられました。今度は任天堂 3DS を舞台とし、新たな作品として登場します。では今日のまとめとして、今年11月から来年1月にかけて発売される主なソフトの展開を週ごとにおさらいしたいと思います。まず11月2日にはスクエアエニックスさんからドラクエ25周年記念 3DS ソフトとしてスライムモリモリドラゴンクエスト3大海賊と尻尾だ、11月3日にはコナミさんから Wii 向けにウィーニングイレブンプレイメーカー2012が、そして任天堂から 2D と 3D のいいとこ取りを目指して作られたスーパーマリオの完全新作 3DS ソフトスーパーマリオ 3D ランドが発売されます。
いよいよスーパーマリオ 3D ランドのテレビ CM の放映が始まりましたが、皆さんにはスーパーマリオ 3D ランドが挑戦しがいのあるゲームであることもお伝えしたいと思いますので、昨日から放映しているゲーム画面による CM と一緒に、本日この場で初公開となる少し難易度高めのシーンを編集した新しい CM もご覧いただきます。どうぞ。3DS スーパーマリオ 3D ランド。スーパーマリオ 3D ランド。続いて11月10日には戦国バサラシリーズの最新作戦国バサラ3宴が、11月12日にはたくさんのポケモンとともにポケパークで楽しむポケパーク2ビヨンドザワールドがそれぞれ Wii 向けに発売されます。1週間空いて11月23日にはゼルダの伝説史上最も濃密な仕上がりとなった任天堂の Wii 用ソフトゼルダの伝説スカイウォードソード、そしてこれまでも Wii でヒットしてきたバンダイナムコゲームズさんの太鼓の達人シリーズの最新作太鼓の達人 Wii 決定版が、さらに11月24日には本日新たにご紹介した光栄テクモゲームズさんの 3DS 用ソフトファブスタイルがそれぞれ発売されます。続いて12月1日にはレースの世界が空や水中にも広がり、通信機能もシリーズ最高に充実した任天堂の 3DS ソフトマリオカート7、セガさんからソニックの 3DS 向けアクションゲーム最新作ソニックジェネレーションズ青の冒険、バンダイナムコゲームズさんから 3DS ソフトクレヨンしんちゃん、スクエアエニックスさんからドラゴンクエスト25周年記念ソフトとしていただきストリート Wii がそれぞれ発売されます。続いて12月8日にはコナミさんから 3DS 向けにラブプラスシリーズの最新作ニューラブプラス、セガさんとの共同開発による Wii 用ソフトマリオ&ソニックアットロンドンオリンピックが、そして12月10日にはいよいよカプコンさんから 3DS のモンスターハンタートライ G が発売されます。続いて12月15日にはレベル5さんから稲妻イレブンシリーズ最新作稲妻イレブン GO シャインダークが任天堂 3DS で発売されます。続いて12月22日にはバンダイナムコゲームズさんから 3DS に SD ガンダム G ジェネレーション 3D、 レベル5さんから Wii 用ソフト稲妻イレブンストライカーズ2012エクストリームがそれぞれ発売されます。年末年始を挟んで1月12日には任天堂から光栄テクモゲームズさんのゼロシリーズのスタッフと共同開発した任天堂 3DS の AR 技術を使って楽しむ新しいホラーゲーム心霊カメラついてる手帳、バンダイナムコゲームズさんからエースコンバットシリーズが初めて任天堂のプラットフォームに登場する任天堂 3DS 用ソフトエースコンバット 3D クロスランブルがそれぞれ発売されます。1月19日には任天堂から来年の Wii ソフト第1弾となるちょっと変わった音をテーマにしたソフトキキトリックが発売されます。1月26日にはカプコンさんから任天堂 3DS の発表時から美麗なグラフィックスで話題になっているバイオハザードリベレーションズが発売されます。このようにこの年末には過去に例のないような集中的な密度で特に数多くの任天堂 3DS タイトルが発売されますが、この機会に 3DS ソフトを2本以上お買い求めいただくお客様への感謝を込めて9
クラブ任天堂でキャンペーンを実施することにいたしました。このキャンペーンはちょっとマリオな任天堂 3DS プレゼントキャンペーンというもので、応募いただいた皆さんから抽選で3000名様にご覧のちょっとマリオなオリジナルデザインの任天堂 3DS をプレゼントするというものです。クラブ任天堂に任天堂 3DS ソフトを2本登録していただくたびに一口の応募が可能となり、クラブ任天堂 ID 一つに対して最大5口まで応募できます。このキャンペーンの応募対象となるのは今年10月1日土曜日0時0分から来年1月15日日曜日23時59分までにクラブ任天堂に登録されたすべての任天堂 3DS ソフトです。キャンペーンの応募期間は11月1日からになります。キャンペーンのことを知らずに直前に 3DS ソフトを登録したばかりだというお客様や、キャンペーン告知前に最近任天堂 3DS ソフトを登録されたお客様への対応として、10月1日以降の登録ソフトまで遡ってキャンペーンの対象とすることにいたしました。さらに本キャンペーンの応募者の皆さん全員に 3D クラシックスパルテナの鏡が任天堂 e ショップからダウンロードできる引き換え番号を漏れなくプレゼントいたします。11月末の本体の更新によって任天堂 e ショップに引き換え番号を入力することで特定のソフトを入手できる機能が追加されますが、このキャンペーンに応募された方に漏れなくファミコン初代のパルテナの鏡が発売された12月19日からクラブ任天堂のページでこのソフトの引き換え番号が無料で受け取っていただけるようにいたしますので、しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。 3D クラシックスパルテナの鏡はこのキャンペーン終了後に通常の優勝配信を予定していますが、このキャンペーンの機会をぜひ皆さんにご活用いただければと思っています。さて、新しい試みとして皆さんに直接お届けした任天堂ダイレクト、いかがでしたでしょうか。最後にこの年末期待の新作モンスターハンタートライ G の新しい映像をカプコンさんに用意していただきましたのでご覧ください。
さて今日もたくさんのタイトルをご紹介しましたが、 3DS の画面上で見た時の見栄えはインターネット中継ではご覧いただけませんから、 3DS 実機でご確認いただけるようにしたいと思います。今ご覧のタイトルについてはこのプレゼンテーション終了後に、先日のカンファレンス終了後と同じように本日この後 Nintendo e ショップを通じて配信をいたします。配信開始のタイミングは後ほどホームページや Twitter を通じてお知らせしますので、 Nintendo 3DS をお持ちの皆さんは実機での各タイトルの見栄えをぜひご自身の目でご確認いただけると幸いです。私たちは今後とも任天堂のプラットフォームでさらに充実したゲーム体験を楽しんでいただけるよう、タイトルの充実にさらなる努力をいたします。本日は長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。